この物種は、慶応2年2月7日の夜遅くに、親様はすでにお休みになっていたが、勘床の下に収めてある壺を取り出せ、と仰せになって、壺を取り出させ、それから山中忠七をお呼びになった。そしてお聞かせくだされたのに、これまでお前にいろいろ許しを渡した。なれど、口で言うただけではわかろうまい。神の道についてくるのに、物に不自由になると思い心配するであろう。何にも心配することはいらん。不自由したいと思うても不自由しない。確かな確かな証拠を渡そう。と仰せになって、その壺を下された。そしてさらに、この物種は一粒万倍になりて増えてくるほどに、これは豆越村の忠七の屋敷に伏せ込むのやで、とお言葉を下された。そしてその翌日、このお礼を申し上げると、これは家の宝や、道の宝やで、結構やったなぁ、とお喜びくだされた。これは、永代の物種として、麦6升、米1と2升、小遣い銭60貫、酒6升の目録とともに、4つの物種をお授けくだされたのであった。それは、縦横とも、二寸の白い紙包みであって、縦横に通常の白糸を通して閉じてあり、その表にそれぞれ、麦種、米種、医薬代、酒代、油種、というように、親様御自らの筆でお印くだされてある。親様が、この紙包みに糸をお通しになるときには、南無天理王の御孝塔、南無天理王の御孝塔、と唱えながらお通しになった。お唱えにならぬと糸が通らなかったという。これはお道を通って不自由するということは決してない。という証拠をお授けくだされたのである。